込んでからですかね。でまあもう常にその優勝候補っていう、優勝候補筆頭っていう気持ちがずっと ありましたんで、もう勝って当然だっていう気持ちで、また選手個人個人がもう勝つんだという気持ちで試合してましたけどね。中西を投打の軸とする高知商業は準々決勝で尼崎北に4対3と苦戦したものの、準決勝の広陵戦に5対1と快勝、順当に決勝へと駒を進めた。決勝の相手はこちらも屈指の好投手伊藤を擁する帝京。白熱した投手戦が予想された。まず点はあまり、やれないというか取れないなということが頭にありましたから、まあ投げ合いになるだろうなという、投げ合いにならない、持っていかないと勝ち目はないなという気持ちで、まあマウンドに上がりましたけどね。そしてプレーボール、中西伊藤両投手はお互いに立ち上がりから本領を発揮。試合は戦前の予想通りの白熱した投手戦となった。息もつかせぬ投手戦で、ただいたずらに回は進み、スコアボードにはゼロが並ぶ。まあもう、そうですね、ペース早いペースでこう進みましたし、気がつくともう後半7回8回ぐらいに来てましたんで、まあやっぱ後半になるともう1点勝負だっていう気持ちでいましたよね。常にカーブの切れ、9回表帝京は2アウトから大きなチャンスを迎える。レフトフライ、風があります。フェアグラウンド入った、入った、入った。ランナーが2塁へ行く、ボールは点々、三塁へ行く、三塁へヘッドスライディング、三塁だ、三塁だ。均衡が破れるかもしれない期待感にスタンドが揺れる。これは絶対抑えなきゃいけないという気持ちで、もうこのランナー返すともう多分終わりだろうという気持ちがありましたんで、もうこのランナーは返せないという気持ちで踏ん張りましたけど、中西の表情が一層硬くなった。谷脇、いや中西投手のお父さんです。中西投手お父さんが心配そうです。セカンドゴロ。高知商業はピンチを切り抜けたものの、9回裏も無得点。試合は0対0のまま延長戦へと突入した。10回裏、今度は高知商業がチャンスを迎える。この回の先頭バッター堀川、精神的なですねプレッシャーはかかってきますね。レフトの左、ロングヒットのコース、ランナー二塁へ行く、二塁だ。下位打線頑張ってます。さあ前へ出る。続く宮本が確実に送る。三塁一にうまく取らせた、送りバント成功、ワンアウトランナー三塁。一打サヨナラの場面に甲子園が揺れる。固唾を飲んで見守る大観衆の視線が小島のバットに注がれた。そして打った、外野フライが浅いぞ、浅いぞ。まあタイミング的にね厳しいかなっていう、浅かったんでね。ランナースタートした、中継した、3度目の優勝戦で優勝を飾りました。まあやっぱり憧れの場所でしたし、まあ高校野球でやっぱり頂点のね場所ですから、あれがやっぱりあの優勝があって結局プロの道っていうのを確信したというか、本当にプロに行こうっていう、それまではねプロでやるような気持ちは全くなかったですし、まああえて高校で優勝してで、まあ、プロでやろうというふうに決心したんだと思いますしね。万年優勝候補と言われ続けた高知商業の長年の夢が叶った瞬間、スタンドにいた野球部 OB たちは涙に暮れたという。悲願の初優勝から早14年、新たな歴史を刻むためにこの春高知商業は甲子園に帰った。